バワモリザンパプレゼンツ、読みたん大好き飲み歩き。この番組は有電会社比嘉酒造の提供でお送りします。読谷大好き飲み歩きレポーターはじめちゃんでございます。さあ本日は出張飲み歩きということで、私北谷町の美浜に来ております。本日ご紹介するお店は北谷町美浜アメリカンビレッジ内にございます、お好み焼き&鉄板焼き一元屋さんでございます。どんなお好み焼きが出てくるのか楽しみでございます。また青森残波もどういったものが置かれてるんでしょうか、早速お届けしたいと思います。それでは行ってきます。はい、それでは早速私店内お邪魔しております。お隣には店長さん来ていただきました。こんにちは。こんにちは。お名前の方お願いいたします。一元屋の高木と言います。はい、一元屋さんの高木店長さん来ていただきました。早速ですがね、お店の作りなどちょっとご紹介していただきましょう。こちら一元屋さんできてどれぐらい経つんでしょうか。一応もう19年目になる。はい、そうですね、19年。この建物が建った時からある。そうですね、観覧車ができたのが2000年なんで、それから一応お店続いてやってますけどすごいですね、もう20年近くもうやられてるということでございます。で店内見るとね、結構まあいろいろあのお席の方もあるんです。これ何席ぐらいあるんでしょうか。はい、一応4名掛けのテーブルが6テーブルとカウンター席で、まあ、いっぱいで30名ぐらいは入られると思いますけど。はい、でもう一つね、私ちょっと店内見ててねすごいなと思ったのが、まあ、野球選手を中心になんですけど、壁一面にあのサイン色紙が。はい、そうですね、もう昔から結構キャンプの時期は選手が来ていただいて、もう貼るところがないぐらいになってきました。こう、まあ、昔だと阪神の藤川球児さんとか、結構最近だとあの広島カープの鈴木誠也さんとか、結構有名な選手も来ていただいてますね。もう各球団からねこちら来ているということで、まあ、中日もねあのキャンプされているところから近い会場ですのでね、こちらよく利用されているみたいでございます。はい、それではこちら一元屋さんのフードのメニュー、ね、伺いたいと思います。まあ、フードといってもですね、お好み焼きがメインになってますので、そのお好み焼きどういった種類があるかっていうのを伺いましょう。さあどういったメニューありますか。メニュー、まあ、あのお好み焼き以外にも鉄板焼きとかもんじゃ焼きもありますね。はい、もんじゃ焼きもこちら置かれてる。はい、そうです ね、 ね、でお好み焼き、何やらセットメニューなんかがあるみたいですけど。はい、カップルの方向けのセットとか、あとファミリーの方向けのセットとか、あとお好み焼きともんじゃ焼きとおむそば飯という料理をセットにしたメニューとかもございます。はい、でこれセットメニューの中身っていうのはどういったものになってるんですか。まあ、お好み焼きと焼きそばとトンペ焼きっていうのが、あとドリンク付きで2300円で、はい、でこれが選べるという形なんですか。そうですね、お好み焼きと焼きそばは具を選んでいただくような感じです。でまたカップル向けの、ね、セットメニューもあるということでございます。このカップル向けっていうのはどういった形になるんですかね。あ、お二人サービスか。そうです。お二人のですね、サービスメニューという形で、まあ、これがカップル向けになっているということですが、これは同じ形のドリンクが作ってる。そうですね、ドリンク付きで、はい、はい、そちらがあるということでございます。で、まあ、お好み焼きとかファミリー向けという形でね、やってると思いますが、まあ、お客様の入られる方っていうのはやっぱりファミリーとかそういった方々が多いですか。海外の方とかも多いんですけども、ファミリーの方とか、あとまあ若い高校生の子とかもよく来られますね。はい、ね、まあ、若い地元の方ももちろんですが、観光客、ね、海外の方も利用されているということでございます。はい、それではフードのメニューも伺いましたので、今度はアルコールの種類伺いましょう。こちら一元屋さんのアルコールの種類どういったものが置かれていますか。まあ、ビールとかチューハイですね、あと泡盛、あと、まあ、大阪から取り寄せている梅酒とかも結構人気あります。ね、こちら、ね、お好み焼き一元屋さん大阪の風なんですよね。そうです、関西風で、はい、
ね、関西風という形ですので、それに合った、ね、大阪からの梅酒もとあお酒も、取り揃えているということで、で青森ありましたね、青森残波はこちら置いてますか。はい、もちろん置いてます、はい、置いてるということでございます。で青森残波はどういった種類を置かれてるんでしょうか。残波の白ですね。はい、メインでやってます。白をメインでこちら置かれているということでございますが、どういった方がご注文されるでしょうか。地元の方も結構飲まれますけど、はい、あとまあ観光客も青森飲まれる方は飲みやすいのはまあ残波なので、それをお勧めしてますけども。はいね、こちら、まあ、青森残波の白、ね、飲みやすいということで観光客の方にも勧めているということでございます。ぜひ皆さんも、ね、こちら来て青森残波の白味わってください。はい、それではですね、こちら、ね、アルコールの種類も伺いましたので、今度は青森残波に合う一品、ね、伺いましょう。こちら一元屋さんの青森残波に合う一品何でしょうか。まあ、お好み焼きを召し上がっていただければ。はいはい、こちらのね、おすすめはお好み焼きという形でございます。お好み焼きもここ種類いっぱいあるんですよね。そうですね、まあ、よくオーソドックスな豚玉、イカ玉とか、あとお好みで牛すじ肉が煮込んだの入ってるのとか、エビが入ってるのとか、いろいろありますね。はい、まあ、その他にもホタテとかね、あるようでございます。で何やらでかいやつもあるというふうに聞いたんですが。そうですね、まあ、お二人分ぐらいある結構大きめ の, スペシャル洋風モダン焼きっていうのもあります ね、 ね、お好み焼きって一口に言ってもですね、すべて、ね、青森残波に合うというふうに、ね、おすすめということでございますので、ぜひ皆さんね、青森残波と合わせてね、こちらつまんでいただきたいなと思いますね。私のおすすめはね、このスペシャルな洋風モダン焼きだと思いますよ、満腹すること間違いなしだと思いますので、ぜひ皆さんご賞味ください。はい、それでは最後にこちら一元屋さんのね、営業時間など伺いましょう。営業時間教えてください。はい、朝の11時から夜は9時半にラストオーダーで10時まで営業しています。この間に何か休憩とかも一旦クローズみたいなの特に設けてないんで。はい、なのでいつ来てもね、こちら味わえるということでございますので、ぜひご利用ください。で気になる定休日は。定休日も設けてません。はい、年中無休。あ、定休日も設けてないということで、年中無休でやってるということでございますね。いつでもね、美味しいお好み焼きも残波も飲めるということでございます。で最後に気になるご連絡先お願いします。はい、電話番号が 098-936-6333 です。はい、936-6333 番、ね、こちら連絡していただいてね、まあ、ご予約などをしていただきたいと思います。まあ、最後に、ね、見ている方にまた20年目を迎えるわけでございますのでね、ぜひ PR の方お願いします。はい、20年目迎えるので、これからも頑張っていきたいと思います。まあ、お気軽に足を運んでいただければありがたいと思います。はい、はいね、読谷村の、ね、方もね、まあ、それ以外の方もですね、ぜひこちら北谷町の美浜にございますね、一元屋さん訪れて青森残波と美味しいお好み焼きね、味わってください。本日高木店長ありがとうございました。ありがとうございました。一元屋は飲酒運転撲滅活動に協賛しています。飲まれる方は代行運転をご利用いただいたらありがたいと思います。よろしくお願いします。今夜も青森残波で乾杯。琉球青森残波プレゼンツ、読谷大好き飲み歩き。この番組は有電会社東酒造の提供でお送りしました。来週もお楽しみに。